うさこです。今日はちょっと敬礼してみたよ。かわいいでしょ、うさこの敬礼。今日はヤフーオークションで石井さんのところで今日も売られてたんだけど、私めちゃくちゃ安いところだったわ。危なかったわ。5000円で落札されたこともあったのに。31円とかそういうのないわ。やめてやめて、私の価値を下げないで。うさこ、うさこ、ブーキチ君とかマカキチ君にモテモテなんだから、みんなもきっとうさこのこと好きになるわ。魔性の女よ、うさこは。ふふ。ちょっと石井さんって横から見ると結構いい男ね。ブーキチ君とどっちがいいかしら。プキチ君はちょっと緑でかっこいいのよね。石井さんはこれ肌色っていうのかしら。うさこは緑のプキチにちょっと好きだったけど、ちょっと乗り換えてみようかしら。あ、プキチ君、そういえば石井さんが好きだったわ。私の靴じゃなくて、恋がたきね。石井さんはきっと私の恋がたきになるのね。ちょっと恋がたきの石井さんめ、私のことをそんな格好させないで。私も一応レディーよ。そんな格好をおぴろげさせないで。恋がたきの石井さんだったけど、なんか優しいわ。ブーキチ君よりもいいかもしれない。ブーキチ君が私の恋がたきになるの？まさか、そっち？マカキチ君とブーキチ君、そして石井さんとうさこ、これからどうなっていくのかしら。私の恋がたきは、ブーキチ君になったわ。怖いとか言わないで。うさこの目が怖いとか言わないで。ちょっとターミネーターっぽいでしょ。かっこいいって言って。グッバック。